横です。皆さんこんにちは。伊予鉄道の市内電車で松山市駅から道後温泉駅に向かう途中、左手側に見える緑色の丸い帽子をかぶった建物、これが愛媛県庁本館です。愛媛県庁本館は1929年昭和4年の2月に完成した4代目の庁舎なんです。中央にドームを配し、左右対称の構えが美しいですよね。そして実は上から見ると鳥が翼を広げた形になっているんです。真正面から見ることはあっても、上から見ることって少ないので知らない方が多いですよね。愛媛県民の伊予子でも、愛媛県庁って県庁いい、かっこいいって思います。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。